俺のね、研修してる時の話なんだけど、一つの畑があってそこを4つにね分割してたのね。で4人ね、4人っていうか、まあ、1つはね2組夫婦で研修してて、あとは1人で、でその1人のね、1人組のやつで3人、俺を含めて3人ね、3区画、白菜作りました、畑で。で俺は無肥料無農薬で、1人は、無農薬、牛糞堆肥を大量に使う栽培で、もう1人は無農薬で、なんだっけね、培養土っていう自作の肥料を使って作りました。一番最初に虫が大量に発生したのは牛糞堆肥を使った人の畑、次に発生したのが培養土を大量に使った畑、そして最後そこで食べ尽くしてなくなったら俺のところに来たのね。順番として言うと、やっぱ牛糞、培養土、そして無肥料っていう順番で来たのね。でこれから、この経験から言えることは、肥料を使うと、虫は寄ってくる。まあ特に言うと窒素、肥料の中に含まれる窒素、これを使うと虫に食われやすい、害虫に狙われやすい、害虫に弱い野菜ができるっていうことなんだけど、じゃあそれはなぜかっていうと、窒素を使うと野菜ってのは大きくなります。特に葉っぱ、地上があって土があって、根っこじゃなくて地上部の葉っぱ、葉っぱが大きくなる。だから白菜とか、キャベツとか、あとなんだろうね、小松菜とか、ああいうものがね大きくなって見た目よく大量に取れます、重量多く取れます。で大きくなるっていうことはね、これ細胞増えてるわけじゃなくて、細胞がこの回の細胞だったのが大きくなって、で全体が大きくなってるんで、で細胞が大きくなるとね、まず第一に水分をいっぱい取り込む、土の中の水分をたくさん吸う、窒素がある体を大きくできる、水分いっぱい入れようって体に水分を入れる。でそうすると、野菜の中の苦味とか、そういうえぐみとか、そういうね本来持つ成分がね薄まります。でこの成分ってのは味を悪くするものっていうよりは、まあ野菜がね自分自身の体を守るために苦味えぐみを出してるのね。実は虫もね、苦味がある野菜は食べたくないんだよ。えぐみのある野菜、そういうものは食べない、避けるのね。だから水分が多くなる、これによって虫がまず寄ってくる。そして2つ目、肥料を使うと水を吸う、水を吸うってことは香りも薄くなる、香りが薄くなる。この香りっていうのも野菜が自分を守るために、虫が飛んできてその虫を遠ざけるために持ってる香りなんで、よくわかりやすいのは、あれ、菊科、春菊とか、まあ菊だね、普通の花の菊とか、あれはなかなか虫寄ってこない。レタスとかもだね、菊科の野菜は虫なかなか寄ってこない。絶対寄らないってわけではないんだけど、虫が寄りづらいの、それは香りが強いから。その香りも肥料を使うことで薄くなってしまう、これでまた虫が寄ってくる。そして3つ目、3つ目はね、細胞が大きくなるって話したよね。その細胞が大きくなるとき、細胞の周りにあるやつ、これこの状態で言うとこの部分だね。人間だと細胞膜だったっけが、だけど植物の場合細胞壁っていうんだけど、その細胞壁が薄くなるのね。薄くなるとどうなるかっていうと、柔らかい野菜になるの。ふにゃふにゃって、カチッとしたのはふにゃふにゃって。だから大きく育った野菜ってね、結構ふにゃっとこう倒れたりすることあるんだ。お米なんかもそうなんだよね。肥料をいっぱい入れて肥料をいっぱい吸うやつ、そういうふうな吸肥能力の高い作物は、品種はね大きく育って台風とか来るとバダーって倒れちゃう、こういうことがあるんだけど、ね、柔らかくなるから、柔らかくなるとどうなるかっていうと、虫も食べやすいんだよね。
硬い野菜ってあんま食べたくないんだ、虫も疲れるから。で柔らかくなるから虫が食べに寄ってくる。でまとめるとね、肥料を入れると体を大きくするんだけど、でそれはね重量が増えて、まあ、農家の収入は増えるし、買う人もね、例えばねほうれん草5株で自然農法であれば 100g だったのが 200g になりました。同じ値段だったら多い方買いたくなる、そういうふうな心理があるから、やっぱり儲かるしみんな得するって思って大きいの買うんだけど、それはそれでいいのよ。いいんだけど肥料をいっぱい使って、そうするとね体が大きくなって柔らかく、味が薄く、香りが薄く、そうなることによって虫がね食べやすい美味しいものができちゃうんだよね。虫にとって美味しいものだから虫が寄ってくるって食べる。これがね肥料を使うと虫が寄ってくるっていうことの原因なのね。だから農薬は必要になるし、いつまでも農薬やめられない。農薬をやめるためにはやっぱ肥料をやめて、虫が寄ってくる根本となる原因、野菜の味が薄く香りが薄く柔らかくなってる状況を変えないと、いつまでも無農薬はできない。肥料を使ってる限りは無農薬は不可能だっていう話です。